はい、どうも皆さんこんにちは。本日もモンスターハンターライズサンブレイク、こちらの動画を撮っていきましょうか。で、今日のテーマは福間共鳴、こちらについて語っていきましょうか。で、この福間共鳴なんですが、今作から新たに追加されたスキルでございます。スキルの内容としましては、キュリアに体力を奪われ続けるが攻撃性能が上昇いたします。キュリアの増加に応じて攻撃性能がさらに上昇するほか、早替えを行うと体力が回復いたします。まあ、基本的に早替えを行うっていうことはないと思いますので、体力の回復はこんがり魚であったりとか回復薬であったりとか、そういったところで保管していくことが現実的になるかと思いますね。で、レベルに関しましては3段階ございまして、まずレベル1に関しては早替えの書赤、こちら使用中、属性値状態異常蓄積値が上昇いたします。一方で青使用中の場合は攻撃力と気絶威力が上昇いたします。で、レベル2になると早替えの書ごとの攻撃性能というところが上昇いたしまして、で、レベル3になるとさらに攻撃性能が上昇いたします。じゃあ具体的にどれぐらい上昇するんだよっていうところだと思うんですよ。で、今からそちらについて語っていきましょうか。で、そちらについてはエクセルにまとめてきたので、こちら説明していければなと思いますね。で、まず攻撃力、属性、状態異常で、この3つがあるわけですが、まず攻撃力、キリアの数が1個の場合は15、20、25、もちろんスキルレベルが上がるとその分ですね、上昇する値っていうのが高くなっております。で、2個の場合は20から25、30で、3個の場合は25、30、35ですので、スキルレベル3でキリアの数が3個の場合ですと35上昇しますね。これは相当火力が高いと思いますよ。では次、属性見ていきましょうか。キュリアの数1個の場合は5、7、10。こういった形になってますね。では2個の場合はどうなっているのかっていうところを見ていきたいわけですが、8、12、15。で、3個の場合は12、15、20っていうところで、まあ属性の強化に関してはどうでしょうか。まあまあまあ、悪くはない値かなと思いますね。まあ、攻撃力の恩恵っていうところも非常に大きいんですが、ただ属性がですね、プラス20っていうのはかなり高いかと思いますね。これ相当高い数値になっておりますので、まあ、正直ぶっ壊れ性能レベルじゃないかなっていうところですね。では状態異常どうなってるかっていうところを見ていきましょうか。で、キュリアの数が1個の場合は2、4、6。で、2個の場合は4、6、8。で、3個の場合は6、8、10っていう形になってますね。この10っていう数字もなかなかぶっ壊れだからな。だからまあ攻撃力で35で、今使用してるヘビーの攻撃力がバレル付きで約400となっておりますので、まあそれを考えると約1割上昇するって感じかな。ですので相当上昇しますね。ただそれ以上に属性とか状態異常値の方が相対的にはですね、割合が増えておりますので、正直こちらの方が強力かなっていうところです。ですので、まあ、状態異常武器であったりとか、あとは属性武器ですね、非常に相性がいいんじゃないかなと思いますね。もちろんその攻撃力も上昇いたしますので、そちらもかなり有効性が高いんですが、ただ旨味としては属性武器の方が高いんじゃないかなっていう印象ですね。まあそういった形でございます。ただこの福間共鳴、かなり強力なスキルではあるんですが、見てもらったら分かる通り HP が徐々に削れてしまいます。それなんですよ。ガンガン HP が削れていってしまって、一瞬で HP がなくなってしまうんですよね。まあ幸いですね、福間共鳴でハンターがダウンするっていうことはないんですが、ただ HP が減っていくっていうのは大きなデメリットかと思いますね。火力が大きく上昇する分 HP が削れてしまいますので、ここが1点難点かなと思いますね。ただ一方で福間共鳴によって体力が削れていくっていうことは、相性がいいスキルもございますので、例えば防具スキルである決起であったりとか逆恨みであったりとか、ここら辺とかなり相性がいいんじゃないかなっていうところですね。または回復効果を持つ白笛であったりとか総中根、そういったところとも相性がいいので、今自分はヘビーボーガンでこちらですね運用しておりますが、総中根とかも正直いいんじゃないかなっていうところです。あとは福間共鳴を運用するんであれば逆恨みもセットになってくると思うので、で、この逆恨みっていうのもかなり強力なんですよね。自分もですね、逆恨みはつけておりまして、レベル3ついてますね。で、レベル3ついてるわけですが、スキル発動中攻撃力15プラスされますね。ですので福間共鳴で35上がってるので、逆恨みを組み合わせれば攻撃力が約50上昇することになりますね。これかなりでかいよな。
で、この逆恨みっていうのは赤ゲージが現れている間は攻撃力が上昇いたします。ですので常にですね HP が削れていないとダメっていうことですよ。だから福間共鳴と逆恨みってすごくですね相性がいいんですよね。だからまあ基本的にセットで考えるのがいいんじゃないかなというところ。まあ攻撃力50上昇ってすごいよね。たださっきも言った通りモンスターの攻撃を受けると一発でワンパン落ちることが多いのでそこのところは注意ですね。なぜかというと体力が常に削れているから、これがね最大の難点であると思いますよ。あとは冒頭でもちょこっと話したかもしれませんが、早替えでキュリアを消費しながら HP の回復も一応可能となっております。では実際に回復していきましょうか。で見てもらったら分かる通り体力が回復いたしました。でキュリアの数がですね1匹の場合は回復が不可となっております。で今早替えを行ったのでキュリアがリセットされておりまして、今1匹しかまとってない状態ですね。でこの状態でまたまたですね早替えを行うと、もちろん当たり前の話ではありますが体力は回復しませんと。ただ一方でキュリアの数が2体になると50回復して、で3体になると100回復いたします。ただですね回復をするとキュリアがリセットされてしまって、またですね3体集めないといけなくなってしまうから、まあ、それを考えると、まあ、こんがり魚であったりとか回復薬であったりとかそちらで回復するのが現実的じゃないかなっていうところですね。ちなみにですね体力回復量アップって適用されるかっていうところについても語っていきたいわけですが、回復薬と同様なんとですね体力回復量アップないしはお団子移動術、こちらをつけることで回復量上げることもできますね。まああんまりですね早替えで回復する機会っていうのはないと思うので、まあ、どうなのかなっていうところはありますが、一応ですね回復量アップとかも乗るので、まあ、そちらについてもですねぜひ覚えておいていただければと思います。ただまあ基本的にはですねこの装備の場合は火力を限界まで盛ると、まあ、そういったパターンが考えられますので、わざわざ体力回復量アップっていうのはつけないと思うから、まあ、どうなのかなっていうところですね。ですからお団子移動術はつけてもいいかもしれませんね。もちろん回復薬の回復量も増えるわけだから結構重要かなっていうところです。はい、まあそういった形でございますね。そしてこの福間共鳴の装備ですが、以前の動画でもちょこっと話をさせていただきましたが、基本的にはですねラスボスの装備、こちらに福間共鳴と逆恨みがついております。ですのでこれを中心に組んでいくって形になりますね。非常に強力ですので相当おすすめですよ。さあそんな感じでございますね。皆さんいかがだったでしょうか。ただね福間共鳴に関しては本当にぶっ壊れスキルになっておりますので、まあ、これに関してはですね運用次第かと思いますが、特にハメとかでその進化が発揮されるかと思いますね。マルチの場合はハメで、ソロの場合はガチガリみたいな感じかな。まあマルチで福間共鳴でいくと下手すると地雷扱いされかねないから、ハメ以外だとあんまりこの装備でいかない方がいいんじゃないかなっていうところですね。まあ、どれだけうまくても一瞬でもモンスターの攻撃かすってしまうと落ちてしまうことが多々あるんで、あんまりおすすめはできませんね。だからまあソロ向けって感じかな。あと TA 向けみたいな感じ、まあクロート向けかと思いますね。だからあんまり初心者には向いてないかもしれません。はい、ということで今日の動画一旦終わりましょうか。まだチャンネル登録を済んでない方がもしもいらっしゃいましたら、ぜひこれを機会にチャンネル登録してこれからも動画を見ていただければ幸いです。よろしくお願いいたします。あとはモンスターハンターライズサンブレイク、こちらの再生リストも作っておりますので、もしよろしければそちらもご覧ください。ではまた次回の動画でお会いしましょう。バイバイ。じゃのー。